世界はまだ知らない。日本の磨き続けた技術により大自然の恵みが遂げた変貌を。しかし時代とともに後継者が不足、その生産量は減少を続け、追い打ちをかけるように新型コロナウイルスが襲う。手をこまねいて見ている場合ではない。新たな市場を求め海外へ積極的に進出する時が来ているのだ。世界のですね、GDP はですね、もう今年に入って、まあ、コロナの影響でかなり落ち込んでます。その中にあって、実は農林水産物、食品の輸出は検討していると思ってます。これを一生懸命輸出できるようにですね、政府としてもですね、いろいろ支援をしているところでございます。日本の絶品を世界に届けなければならない。そこで立ち上がったのが。Thank you. Okay, grab safety ね。岡田俊和、食料品の新規販路開拓者。もう僕もすごいエキサイトしてますね、はい、岡田が勝負をかけるのは長崎県の水産物。主戦場であるアメリカの市場に売り込もうというのだが、立ちはだかるのは一筋縄ではいかない男たち。これちょっとサバ食べていただいていいですか。これ彼らを納得させ、アメリカに販路を切り開くことはできるのか。そしてもう一人。So, this is a very big honor to be here. Thank you. シグネ・メイデーン。ラトビア国内のおよそ100人に1人が読んでいるという人気雑誌の編集者だ。彼女が関心を寄せるのは日本茶。Parece que algo sac Veselig, Nogarsig. Cheiten no outrado. Veselig, Ungarsig. 取材。Vai kādreiz dzerta japāņu tēju? Laikam, ka nē. 検証。そして、記事の執筆。ラトビアにおける日本茶の活路を探る。日本の絶品を世界に届ける。逆境のもとに立ち上がった2人の開拓者に密着した。アメリカ、ロサンゼルス。その日本人は日夜世界の絶品食材発掘に奔走し、巨大マーケットに売り込みをかけていた。岡田俊和、食料品の新規販路開拓者。食品専門商社で100点以上の商品開発に携わった後、渡米して会社を設立。アメリカのマーケットを主戦場に、わずか4年ほどで10億円以上の市場を作り上げた。現在では複数の会社の代表を務めており、食品輸入業を中心にオンラインショップ、レストラン経営に携わっている。そんな彼が今新たに売り込もうとしているのが、長崎県の離島の水産物である。長崎県は北海道、茨城県に次いで漁獲量が全国3位の漁業県。ところが現状はというと、漁獲量の減少や担い手の高齢化、後継者不足、さらに新型コロナウイルスによる経済の停滞など数々の問題が。現在の漁獲量でより利益を出すには、購買意欲をそそる付加価値をつけ、必
要とされる場所に必要な量を供給しなければならない。それならばと長崎県の水産物に可能性を感じた岡田が立ち上がったのだ。しかし商品を売る際に乗り越えるべき壁といえる人物がいるという。それがブローカーと呼ばれる人たちだ。このスーパーだったらこのバイヤーだったらこれが気に入るだろうなとか、その好みを皆さん知ってるんですよね。日々膨大な商品の品質を見極め、小売店のニーズに即したものを展開するのがブローカーである。ほぼ全ての小売店がブローカーを介して店舗作りをしている。やっぱり僕がまずどの商品をこの人に持っていったら納得してもらえるかなっていうのは結構慎重に選びますね。アメリカに販路を切り開くにはブローカーのお眼鏡にかなう商品であることが絶対条件なのだ。しかし今回岡田が販路拡大に取り組むタイミングは新型コロナウイルス感染拡大の真っただ中。それゆえ長崎の水産業者とは完全にリモートのやり取りだけで商品をアメリカ仕様にしていく必要がある。こちらは長崎県の上五島で魚の養殖業を専門とする橋口水産。マグロやブリの養殖を中心に経営は順調だったのだが、昨年状況が一変。この工場はほとんど動いてない状態が3ヶ月ほど続きました。新型コロナウイルスの影響により自社工場の稼働が停止、その損失額はおよそ1億円近くになっていたという。橋口は危機を乗り越えるための新たな販路を必要としていた。橋口水産で養殖されるブリは味、食感、香り全てが最上級と言われている。しかもこのブリただ美味しいだけではない。乳幼児の脳や神経の発達に必要な DHA、 血管や血液の健康に重要である EPA が天然のブリの2倍以上含まれているのだ。旨味があって味が濃くてですね、甘みもあると。でなおかつ魚種もしない。約12年ぐらいかかってます。橋口はこのブリを加工した商品を作り、数々の賞を受賞、極上の一品であるという評価を受けた。それだけではない。とにかく海を汚さない漁場の改善、あと維持保全をですね極力やってます。そう、この極上ブリには売り込むために必要な付加価値があるのだ。岡田はこれは受け入れられると確信を持って橋口水産の商品を選んだ。次に岡田が目をつけたのは浜口水産の加工食品。お魚メンチカツ海坊主と白身魚と豆腐のシューマイだ。こちらは自然のものを原材料に無添加で作られている商品。メンチカツについては揚げ時間を短くできるように平らな形に変えること。そしてシューマイに対し岡田はこんな提案をした。ですね、ピンクか紫がいいなと思ってます。もし可能であれば。植物由来の色素を使い衣の色をアメリカ人好みにカスタマイズしようというのだ。そして改良に改良を重ね完成したのがこちらのシューマイ。どう評価されるかっていうのは楽しみなんですよ。お魚メンチカツ海坊主と白身魚と豆腐のシューマイ。岡田は
この2つをアメリカの市場に売り込む。そして最後は一本釣り漁師である銭本系の商品。銭本には持続可能な水産業という衰退が進む漁業を現場から改善していきたいという思いがある。そこで選んだ漁法が一本釣りだった。取れる量が少ないので、その魚にどう付加価値をつけるかっていう思考に切り替えることができるから、血抜きとか神経締めとか、そういう鮮度保持を一本一本丁寧に行うっていうことができるのも一本釣りのメリットだと思います。実は銭本が一本釣りを選んだのにはもう一つの理由があった。暴れるとその元々体内に持ってたエネルギーを消費しながら上がってきちゃうんですけど、それが竿釣りの方が少し少ないような感じがしていて、お客さんのフィードバックもいいので、おそらくリラックスしてあんまり体力を消耗せずに締めることができてるんじゃないかなと思いますね。釣り上げるときは魚の持つエネルギーを消費させないようにし、釣り上げたらすぐに締めて鮮度保持をする。それはつまり魚が持つ旨味を減らさないということ。銭本は海にいる魚の全体量を守りつつ、旨味の多い魚に仕上げることで一匹の価値を高める。漁師も消費者も自然環境にも嬉しい持続可能な水産業を目指しているのだ。これらの長崎県の水産物を筆頭に、岡田はアメリカの市場を開拓しようとしていた。そして迎えたブローカーとの商談会。長崎県から取り寄せた商品は受け入れられるのか。岡田はシェフも呼び、準備に余念がない。実際に用意されたのがこちらの商品。今回の商談相手であるブローカーのロバート瀬戸さん。多くの小売店とのコネクションがある彼を満足させられるかどうか。最初に彼が食べるのは浜口水産の商品。ブローカーの瀬戸さん、シューマイを食べて欲しいと声を上げた。続いて橋口水産のブリ。これがブリなんですか？これブリです。はい。そうです。もう本当に汚い意見を言って、汚い意見を言いますと、今までそのブリの西京焼きにしては多分一番美味しいと思う。よくできてる。こっち商品。これちょっとサバ食べていただいていいですか？これ。最後は一本釣り漁師銭本のサバ。ものすごく食べやすくて、ましてこれアメリカ人が食べてもまさかこれ青身魚だとは思えないぐらい、あクリーンで、あよかったです、美味しいです、離島の水産物はどれもかなりの好感触。商談は大成功に終わった。離島の水産物の販路を開拓する、その熱意を持って挑んだ商談会を終えて、岡田は日本の商品は本当に技術が高くてですね、素晴らしい商品を皆さんたくさん作ってるんですね。カリフォルニアでダメでもニューヨークで成功する可能性があるし、ニューヨークでダメでもフロリダで成功する場合もありますし、アメリカを一つとして見ずにいろんな国の集まりだと思ってチャレンジしていただければ非常に可能性がありますし、あるんじゃないかなっていうふうに思いますね。あれから3ヶ月、ニューヨークのとあるレストランでは銭本のサバが使われたメニューが出始めているそうだ。現在離島の商品は各所に出回り、およそ1億円の売り上げが見込まれているという。
アメリカに長崎県の水産物を売り込みたい。岡田と水産業者たちの思いが新たな市場を開拓した。ところ変わって、北ヨーロッパバルト海に面したラトビア共和国。そこに日本茶に高い関心を持つ一人の女性がいた。彼女の名はシグネ・メイレーン。モダンでセクシーな強い女性像をコンセプトにしたフランス発の先進的な雑誌ロフィシェル、そのバルト三国版の編集に携わっている。彼女は自分が関心を寄せる日本茶をもっとラトビアの人々に知ってもらいたいと思っていた。シグネが参加しているのはリガフード2020、世界の食品が集まる国際見本市だ。バルト海沿岸地域で最大規模を誇り、今年で25周年目を迎えるこのイベントには世界30カ国から400もの会社が集い、日本からは鹿児島や京都、静岡など9つのお茶会社が参加。来場者に試飲してもらうだけではなく、店茶も行い、お茶文化を体験できる場も設けた。実は日本国内の緑茶の購入額は右肩下がりを続けているという現状がある。そこで目をつけたのが地理的な強みを持つラトビア。バルト海や多国間をつなぐ鉄道が建設されており、ヨーロッパだけではなくロシア、さらには中央アジア諸国における物流の中継地点だからだ。在ラトビア日本大使である川口康弘さんに話を伺うと、ヨーロッパってすごく日本のことが好きなんです。特にラトビアって好きなんですけども、本当の日本のものが少ないんですね。好きなのに少ない。そこに本当の日本の本物が来ればすごく人気が高まると思うんですね。そこで立ち上がったのが日本茶に高い関心を持つシグネ。独自の視点で日本茶を取材し、自身が携わる人気雑誌に掲載しようと考えていた。果たして彼女はどのような記事を書き上げるのだろうか。シグネはまずラトビアにおける日本茶の現状について調べるため、町の中心地に足を運び人々に質問をした。Vai jūs esat kādreiz dzēris Japānas tēju? Nē. Nē. Laikam, ka nē. Matcha? Nav dzērt. Arī nav dzērt. 30人に聞き込みを行ったところ、日本茶を飲んだことがある人は10人だった。飲んだことがない人は20人だが、20人とも飲んでみたいと思っていることが判明した。そこでシグネは日本茶を愛飲しているラトビア人に話を聞くことに。ファッションデザイナーのナタリア・ヤンソネ。ラトビアのオリンピック代表選手の服など数々の衣装をデザイン。今では自身のショールームを構える一流ファッションデザイナー。彼女が語るラトビアと日本のある共通点とは。Pavisam japāņi tieši mīl tīro garšu. Jā. Un es nezinu, latviešiem, es domāju, ka ir par to tīro garšu. Nu, principā vēsturiski, te nebija tik daudz zaļumiņas, kas ir nu, vairāk par kaut kādu tādu īsto. Tad, nu, piemēram, es nezinu, viss tas, kas dabīsks. Latvijā to Nihon no šokubunkā における kjōtsūten. Sore wa 素材そのものの味を大事にしているということ。実はラトビア、香辛料などを使わない料理が多い。肉や魚は燻製にして食されることも多いが、生で食べる文化もある。その後シグネは
日本の料理を学んだ経験があるシェフを訪ね、日本茶と合う料理を実際に食べさせてもらった。お茶を利用して凝ったものを作ってもいいが、やはり食後に飲むのが理想的だと彼は教えてくれた。日本茶の記事を書くにあたり、シグネにはもう一つやっておくべきことがあった。彼女が次に取った行動とは。食の国際見本市リガフード2020に始まり、街行く一般人、日本茶を愛飲しているファッションデザイナー、日本で調理修行経験のあるシェフなど、ラトビア人の日本茶への意見を集めてきたシグネ。話を聞いただけで取材を終わりになどしない。最終的に記事にして雑誌に掲載するために、自身でもある試みを実践しようとしていた。それが食事会。自宅に友人を招き、食事とともに振る舞う日本茶にどういう反応を示すのかを確かめるというのだ。日本茶と相性のいいと思う料理を振る舞い、その食後に彼女が持ってきたのは玄米茶。お茶を薄めにし、慣れていない人が食後に飲むのにちょうどいい具合を狙ったという。果たして友人たちの日本茶への反応は。I have never tried anything like this before. So first time drinking this tea. Very nice. 全ての取材を終え、記事の執筆に取り掛かる。後日その記事がファッション雑誌ロフィシェルに掲載。抹茶をはじめとしたさまざまな日本茶についての記述に始まり、美味しい入れ方、健康上の利点、さらにはお菓子への配合の勧めまで書かれていた。そして記事の最後はこのように締めくくられていた。お茶なんてどれも同じだろうとは考えないでほしい。同じ国で栽培されたものでさえ非常に異なっているということが、日本のお茶によってはっきりと示されているからだ。驚くべき軽やかさ、そして優雅さを持っており、一口飲むたびに本物の喜びを与えてくれる。それが日本茶だ。そうまとめたシグネ。果たしてラトビアで日本茶は受け入れられそうか。 Bet zinot to, ka laba japāņu tēja tomēr maksā, nu, salīdzinoši nevis dārgi, bet, nu, tā nav lēta tēja, tad, protams, kad ir kaut kāda daļa sabiedrības, kura to lietot arvien vairāk, it īpaši viņa būtu vieglāk pieejama. Man attiecībā pret Japānas tējām ir tikai pastiprinājusies tā vēlme tēju arvien vairāk un vairāk baudīt, un lai viņa ir pieejamāka. Riga Food 2020 の終了後、ラトビアの大手水メーカーが日本茶の企業に対しコンタクトを取っていた。ウォーターサーバーと合わせて販売する飲料商品の一つとして日本茶を販売したいと考えているというのだ。ラトビア中に日本茶が行き渡る。その日が来るのもそう遠くないのかもしれない。世界中の人と手を取り合い、さまざまに直面する危機を乗り越える。進化を続ける日本の一品たち。新たなる時代への挑戦はこれからも続いていく。